はいどうも、今日はですね遮光ネットの話をしようと思います。夏になるとね日差しがこうカッとね強くなるので盆栽がねこう、そんな強い太陽必要じゃないものについてはその強い夏の日差しだと弱ってしまうことがあるので今こうつけてるねこう遮光ネットつけたりするんですけど、ちなみにこれはですね見せるか、はい、これは 60% の遮光率ですね。 40% 光が入るような形になってて、でこっちは防風ネットなんですけど、これでもね多分 10% とか 20% は遮光できるのかな、この下のやつかなと思います。で、付け方はですねうちの場合はちょっと失礼しょ、こう上にですね洗濯用のなんていうんですか物干し竿をつけるフックみたいなのがあるのでそれを使ったりして上止めて、であとよいしょちょっと揺れますねすいませんね、あと手すりに固定してやってます。でそうするとですねあと風が吹くとねこうなびいちゃうので一応手すりのとこだけしっかり止めといて、で夏の間絶対台風何回か来るのでそうするとこうわさわさっとなってですね最悪破れたりするのでその時はここを巻いてですね船の方みたいに上でこうグッとね止めたりしてます。でこれだいたいホームセンターで1000円とか2000円とかで買えるかな、これだいたい縦っていうかこの幅1メートルこの幅2メートルぐらいの1枚でこう使ってます。100円ショップとか行くとねこういうのが売っててこれだいたい90ぐらいかな、で100円で売ってるんで最初に試しに使いたいときはそんなものを使うといいかなと思います。これだとねちょっとね100円ショップのあんまりこういいのがなくて遮光率がね80とか90とか本当にがっつりですね遮光するためだけの遮光ネットが売っててあんま盆栽向きじゃないとこがあるので、どうかなと思うんですけど、こういうねリングついたの買うとね結構楽ですね。でこの他にもですね、寒冷車っていうものもあって、それはね、なんかこう、なんて言ったらいいんだろう、不織布みたいな、こう白い布みたいになってて、40% とか 30% とかの遮光率のものが結構ありますね。本当はそれぐらいでいいかなと思うんですけど、うちの場合、ベランダそのものが、ものすごくやっぱね、こう空気がこもったり、熱がこもったりするので、暑くなっちゃう関係で、遮光もねこう遮光率高いものを使って、この何ですかベランダ内をあんまり温度上げないようにっていう風にねやってます。そうすると必然的に家の中もあんまり暑くならないんでいいかなということで結構高めのものをね使ってます。で何でもかんでも遮光すればいいかっていうと遮光しないものも遮光しないもの違うな遮光しない方がいいものもあってその代表例としては松類、小白類ですよね、黒松、これ藍黒松ですけど、黒松は、太陽がとても、好きなので、これは遮光下に置かない方がいいですね。であとはうちで遮光下に置かないのは赤松で、あとこれ梅ですね。梅類も結構光を好むので遮光ネットのあるとこには置かないですね。なんかねやっぱ夏に一回遮光してみたことあったんですけど日照が足りないような感じになっちゃったんでそれ以来ずっとよく日に当たるとこに置いてます。であとはうちで言うとよいしょ、ガジュマル最近やっとこうちょっと良くなってきて気持ちも乗ってきてるかな。これ確かねツイッターで慎吾さんにやり方を教わってからだったかなだったと思いますけど、慎吾さんあの時ありがとうございましたここでお礼を述べておいて、で他にはですねうちのだと姫白鳥毛かな、紅鳥毛でも一緒なのかな、これもなかなか日に強くて水切れで枯れたこと全くないので、枯れたことない、多少水がなくても元気なのかなっていう乾き切りも大丈夫っていう感じがしますね。これもであと置いてるのはコナラとかですね、これも結構日の当たるとこに置いてます。この辺は遮光ネットを使わない方がいいのかなっていう感じですね。で逆に
ネット絶対使った方がいいなと思われるものとしては、まあ、いわゆるこういう草物ですね。おお、干潟って今ちょっとね、ネットからこう来てますけど、草物、まあ、こういうのとか、あとなんだろうな、あ、そうそう、ちょっとなんだ、大丈夫かなこれ、チカチカしてます。一回日が落ち着くの待ちますね。よし、きっとここがチャンスだな、今やろう。よし。あとは一回水切れしちゃうとちょっと危険なこの桜はですね、まあ日に当てた方が本当はいいと思うんですけど、一応遮光下に置いてます。まあ、そういうね、水切れしちゃうと、まあ、困るやつ、日中に仕事に行かれてる方とかは、まあ、こういう遮光ネットのあるところに置く方がまあ安全かなと思います。あとはそうだな、うちだと結構日に当てたいんだけど遮光下にないと危険なのは金ロバイですね。これなんかね、すぐ水切れしちゃってこうへにゃってなっちゃうんで、そういうこう水がたっぷりないとダメなタイプのもの、日に当てたいんですけどね本当は、も遮光下に置いてですね、安全に夏を過ごせるようにしてます。あ、眩しい。ちょっと太陽出てきたらですね、ネットのギザギザがずっと顔に入っちゃったんで、もうしょうがないんでここ来てるんですけど、まあそんな感じで、遮光ネットをまあ使う使わない、あとまあね、マンションに住んでらっしゃる方はね、そもそもこういうとこに物をつけれないって方もいらっしゃるので、まあその場合はさっきの手すりの下とかねだけにするとか、まあいろいろあると思いますんで、ちょっとね、こういう、ここ全然映ってないな遮光ネットが。まあいいか。そういうね使い方、まあいろいろ考えていただいて、ね、ご自身のその盆栽の育て方に合う、まあ、ぴったりのね環境を作っていただければと思います。じゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。